はい、今日はですね、竜王スキーパークに来ました。まあ、雪のコンディションとか、パークのレイアウトをちょっとね、説明しておこうかなと思います。今ね、こんな感じ。ちょっと滑ってね、いますよ。1個目が、横についた。これもう、ほんと、飛び越してこうパンと当てるだけ。こんな感じ。で、次がワイドボックス。風があって、こんな感じです。で、ちょっとここの途中が走りづらいんで、日陰狙ってみてください。日陰はね、結構走りやすいです。で、ナローボックス。結構短いんで、入りやすいです。で、ここがジャンプのスタート位置になります。多分走らなくなるんで、勢いでね、行ってもらった方がいいとは思います。ちょっと日陰狙ってこうかな、走るから。何メートルだろう。2、3メーターぐらい。いや、風が強くて、ちょっと今日ね、イヤホン忘れてね、聞き取りづらい部分もあるとは思うんですけど、で普段ここがちょっと走りづらいゾーンにはなるんで、ちょっとこの日陰の方を狙って滑ってみてください。いやー、掴まれるな、板が。で、こんな感じでウェーブで加速させて、なるべく日陰に行きたい。日陰の方走りますからね。こっちの方が走るという。コースはね、やっぱちょっとね、ベタベタしてる感じがあるかな。うまくね、皆さんも、日陰だったりそういう硬いところを利用して滑ってみましょう。走らないとやっぱストレスですからね。で、またパンピングして、まあ、スピード出る人はこういうところでね、グラトリやったりとかしてもらったらいいんですけど、ちょっと今日はね、マックスアップしてきたんですけど、ちょっと走りづらいコンディションではあります。で、このまま行きます。ここはね、ちょっと軽いゾーンにはなるんですけど、スピード遅いんですけど、ワンフットなったりするわけじゃないんで、全然滑れますよ。で、しっかりやっぱ春はね、ワックスが重要になってくるんで、滑ったら、古いワックスこれをしっかり落としてから、滑ってもらえれば全然問題なく滑走できます。自分もね、今日の朝、車でね、ブラシしてきました。ブラシだけでもね、全然変わるんでね、そういうのはね、覚えておくといいですよ。じゃあこのまま行きますね。で、下のところにまたパークがあります。いやー、でも雪はまだあるんでね、全然滑れますよ。これね、レール行ってサイドインレール、ちょっと上級者向けかな、よいしょ。で、サイドインのフラット、ダウンフラットかな、ダウンフラットかな。で、今日はね、土日なんですけど、土曜日かな、割とね、ついてます。ちょっとメタメタかな、だいぶ板が、この下の方、黒いところ、茶色い水が浮いてるところはちょっとね、走りづらいコンディションにはなります。ここの壁がね、結構面白いんでね、いい感じですよね。ちょうどこのスキーヤーさんとラインが被るんで、ちょっとずらそうかな。あんまりね、隣にずっと同じスピードの人といると、トリックやったりした時にちょっとね、被ったりするんで、皆さんそういうのをね、壁行ったりして間を作ってあげると結構いいですよ。あのスキーヤーさんはほぼ直下りです。まあ、やっぱターンをしてね、楽しみたいところなんですけど、ちょっと、コンディション的にはちょっと走りづらい箇所が何箇所かあるんで、あんま地形とか行かなければ、スムーズには滑れるんですけど、うまくスピードコントロールして滑ってみてください。まあ、パークのレイアウトとかこんな感じにはなります。まあ、こんな感じでね、竜王スキーパークですね、雪はあるし、まあ、普通に滑る分には、滑ることができます。あとね、上のリフト降りたところに、あれハイカップのレールとかがあるんで、そういうので練習して楽しんでもらえればと思います。ではね、こんな感じでリオスキーパークの、ギャレネコンディションですね。皆さんもぜひ遊びに来てみてください。お願いします。はい、じゃあリオですね、パークを作っていきたいと思います。行きます。
だいぶ来てるね。